ム新庄がまさかのサプライズ、来年の開幕投手は。2年連続再開となった日本ハムは本拠地エスコンフィールドでファンフェスティバルを開催した。イベントの最後に全選手が整列し、新庄監督が詰めかけた3万262人に挨拶し、その後まさかのどよめきが起こった。来年の3年目の勝負の年のロッテ戦、開幕投手を発表してもいいですか？とおもむろに話すと、場内がどよめいた。来年の開幕投手は伊藤大海くんですと発表すると大歓声が起こった。いや加藤じゃないんかい。そこは残留してくれた経緯を表して加藤かと思った。加藤の残留がはっきりしていない時期に来季の開幕投手はもう伝えてありますと監督は言っていたからな。伊藤は WBC にも入っているしチームでそろそろ中心的になっていかないとね。これからの野球界を背負っていくな。新庄、最後の大勝負。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたからのコメント待ってます。